豊臣秀吉のもと戦乱の世は終わりを告げた。戦なき太平の世となると、人々は昔語りを始めた。天下人秀吉を一番苦しめたのは誰かと。その話題に敏感に反応する将がいた。東は奥州の伊達政宗、西は九州の島津義弘。いずれ劣らぬ名将でありながら、いずれ劣らぬ負けず嫌いである。両雄は秀吉主催の花見で同席する。すでに波乱の予感は漂っていた。外伝の将、東西無双合戦。いやー、天下統一、実にめでたい。じゃが、ここまでの道は決して平坦ではなかった。光秀殿も柴田殿も強敵じゃった。じゃが最も手を焼いたんはやはり島津かの。その捨て身の戦ぶり戦慄したわ。のう義弘、天下人の褒め言葉、極上の酒の魚よ。恐れながら島津は我らより先に秀吉様に屈しました。その島津が一番とは承服いたしかねまする。扇子に震えた臆病な小僧は黙っておれ。臆病ではないわ、バカめ。わしを愚弄するとは、そこに直れ。これこれ、せっかくの花見の席で騒ぐな。よし、なら、お前らに白黒つけさせちゃるわ。伊達は東、島津は西の軍勢を率いて模擬戦を行え。場所も物資も提供してやる。存分に優劣を競うとえ。はっ、ありがたき幸せ。伊達の武勇と島津の集大、秀吉様にご覧に入れまする。かける竜となる。承知いたしました、政宗さん。東軍こそ最強じゃ。島津率いる西軍を完膚なきまで叩き潰せ。
古墳大将政宗の亡霊で始まった夢の対決、この古墳を私は言葉で伝えたい。おお、よく見れば隣に格好の逸材が。よろしくお願いする、メガネの小次郎さん。はあ、こちらこそよろしくお願いします。バカめ、これが格の違いよ。バカめ、これが格の違いよ。小次郎さん、自分の本陣頭伊達秀宗とはいかなる人物なのでしょうか。伊達殿様は秀吉様のもとに人質としておる。それはご苦労なさったことでございます。天をつかむ。伊達の小僧どもが突っ込んでくる。高かご暴力にしてくる。そうですね、島津得意のあの戦法はいかがでしょうか。西軍大将義弘と軍師高影が何やら画策。果たして東軍諸将の運命はいかに。バカめ、これが格の違いよ。勝ちよりちゃん、ここなんだか寒いの。こっちに来て温めてほしいよ。出たー、西軍小将将のお色気攻撃。これは効いてますね、小十郎さん。ええ、勝頼様、足元フラフラのようです。勝てないと取り返しのつかないことに。ダメ、これが格の違いよ。さすがでございます、マサダさん。わあ、東軍は強い。ゲーゲー開門。ご無礼ながらひどい暴力でございます。こんな演技に引っかかることはすごそう。島津が引いたぞ。おえおえ、総大将の命には従わねばなりません。血気盛んな主君を持つと苦労が絶えません。エモン、よし、島津得意の釣りのぶせ大成功だ。俺、演技を諦めないでよかった。バカめ、あえて釣られてやっただけじゃ。ここで政宗得意の言い訳が出た。山犬の遠吠えが虚しく戦場に響く。上坂部分の魂を見せよう。誠実にな。打ち漏れします。開門。おっと、釣りのぶせと奇襲の二重策。これは度肝を抜かれましたね、小十郎さん。おそらく西軍軍師高影様の知恵と東軍陣営がどう処理するか見ものでございます。勝頼ちゃん来てくれたの、嬉しい。私の味方になってくれるわね。
しまいまして、さすがでございます、マスター様。点をつかめ。我らがまとまっていないことは敵も承知、それを利用してみてはいかがでしょうか。あえてまとまっていないふりをするのか。さすが雪村だ。その手で行こう。いつも真面目な真田兄弟が策を編み出した。さあ、劣勢の東軍を救うことができるか。よし、戦場の北方に敵を引きつけよ。突出を装い大暴れするのじゃ。かしこまりました。果たしてスペア騎馬の策が西軍に通用するか。メガネの小十郎さん、どう見ますか。ご無礼ながら現在メガネを取り付けて何もないです。キュッキュッと格の違いよ。ここは引くぞ。承知じゃ。おお、その力で世に正しきをなされよ。やりすぎてしまいました。暴れているうちに南方に兵を進め、一気に敵本陣へ開門。敵が来たらいつまでも怠けているわけにはいかないか。まったく、何故立花が島津を大将に仰がねばならんのだ。なんと西軍も一枚岩ではないようだ。いや、二人はいつもこんな感じか。打ちのめします。エフコルノブ、ホトキ・ツルサダ、タガノ・ダイゼン、オノ・シゲユキ、立花四天王、満を持しての出陣だ。東軍の一部は北で暴れている。なぜ本陣に攻め寄せてこないのか。軍師高影の目がキラリと光った。これは嫌な予感。労働が読まれたか。ようやった。それでこそ小十郎よ。これを取ろうと。
すがだな。だが無理はするな。決着的に立花洗脳、東軍本陣に突っ込む。これは一気に東軍の危機だ。いささかやりすぎてしまいましたか。我が部に挑め。バカめ、これが格の違いよ。ここは引かせてもらうわ。バカめ、これが格の違いよ。引かせていただこう。さすがでございます、マセリ。敵将討ち取ったり。負けてしまうとは。死の覚悟なくば立花の相手は務まらぬ。本気で来い、勝てるかもしれないぞ。やりすぎてしまいました。これも言い伏せるとお許しください。打ちのめします。小十郎よ。足りです。無縁とは嬉しい。いささかやりすぎてしまいました。僭越ながらいただきました。うちの飯です。真の狙いは南方からの本陣襲撃でした。いや、乾杯です。どうぞ我らの本陣。開門。観念したが潔い心掛けじゃ。自分は非力さがもどかしい。承知じゃ。押されておるか。
ちのめします。お手合わせ願おうか。
ち漏れします。どうやった、それでこそ小十郎よ。これもいくぞ、お許しください。切り抜けましょうか。いかなる苦境でも一心は捨てるな。最後を飾る対決だ。二人がかりでも構わんぞ。その言語後悔させてくれるわ。行くぞ小十郎。承知いたしました。正宗様、身が通るぞ。目にも見よ。戦を実況できた喜び、拳を突き上げ表そう。えい、小十郎さんもご一緒に。ご無礼ながら金継様の今の一撃でメガネが、メガネ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 。大将対決、勝者は東軍じゃ。これにて争いはしまいとする。よいな。はは、伊達の強さを存分に示すことができ、執着。
政宗の気迫、そして小十郎の知恵、お前らがおったら日の本の未来は安泰じゃ。そういえば小十郎のやつ、さっきから下向いてうろうろしとるが、どうしたんじゃ。メガネ、メガネ、メガネ。負け戦の後は通院に限る。豊久、酒を樽で持ってこい。おじ上、持ってきました。はい。あっと、割れた。小十郎のメガネが今無残にも割れた。私のメガネ、メガネ、メガネ。小十郎のやつ、拳をぶん回しながら見当違いの方向へ走っとる。おい、わしんとこに来んな。